香川丸亀国際ハーフマラソンは毎年2月の第1日曜日に開催される陸上競技大会であるワールドアスレティックスのシルバーラベルロードレース香川県丸亀市の香川県立丸亀競技場発着で県道33号線の丸亀市宇多津町を通り境で市本町を折り返すコースで行われる起伏も少なく走りやすく好記録が出やすい当初 香川県庁舎と綾歌う栗熊村の住吉神社との間を結ぶ香川マラソンとして始まった。その後、香川ロードレース大会、丸亀ハーフマラソン大会と名称を変え、2000年に日本陸上競技連盟公認コースとして認定されたのを機に香川丸亀ハーフマラソンとなった。2009年からは国際マラソンロードレース協会認定の国際レースとなり、 現名賞に変更された。1947年から続く伝統に加え、2008年より制限時間が3時間と緩和され一般ランナーも参加しやすくなり、2013年に初めて1万人を超えるランナーが参加した。2021年は新型コロナウイルスの影響で1年に延期した。共催の富士テレビ系列の岡山放送で独占制、中継、 2005年より以前は、山陰中央、テレビテレビ新広島、テレビ愛媛、高知さん,さんテレビとの5曲ネットでの録画放送だったが、2006年から生中継に昇格し、関西テレビフジテレビでも未明体に録画放送されていたが、2011年を最後に中四国地区での同時ネット及び関西テレビフジテレビでの録画中継は終了したが、2012年からは、 富士テレビ系列の無料 BS 放送の BS 富士での全国放送に昇格した。これにより、中四国地区、関西テレビ富士テレビ以外の系列局や、富士テレビ系列局がない地域でも視聴できるようになった。BS 富士では関連番組は、非ネットだが、視聴者プレゼントは、BS 富士の視聴者も応募可能となっている。その後も年度により後日録画放送を実施する。 系列局がある0時40分3時35分に放送。ありがとうございます。